どうもそばるです。今回はバトルフィールド5でアメリカ産ショットガンモデル37を使って遊んでいこうと思います。久方ぶりじゃないでしょうか、このマップでショットガンを使うのも。どうしてもねヘイトがたまるんです、ショットガンを使っていると。 MMG よりも戦車よりもスナイパーよりもヘイトがたまりやすい武器ショットガン。このサーバーのヘイト王に俺はなる。なぜショットガンっていうものは嫌われるのか。なんか掲示板とかコメントとかでも毎回毎回ショットガンに対するヘイトスピーチが激しい。そういう議論開きたいよね、世界会議レベルで。プロジェクター使ってさ、その強さを今日ね表明するわ。やべ逃したわ。いやいいね、こういう衝撃新刊グレネードが輝く時ある。これは裏取りいけるんじゃねえか。やばいやばい、いやリロード。どうしても相談数5発だから丁寧に打っていきたい。おーナイス蘇生、ありがとう感謝。さあこのまま B ポイント取りに行こっか。これでね相談数40発のショットガンだったらヘイトスピーチ対象内なんだよね。さあ組み立てよう。遠距離では戦えない、そういう時はこういう重機関銃を組み立てて遠距離の敵に備える。さあみんな C ポイントに行こう。この駅から出るところがつれえんだよな、ショットガンは。どうにかねスモークとかめっちゃ耐えてくれればありがたいんだが。あでもここ全然取れてんね。ちょっと待ってね、取り残しがないかの確認だけさせてほしい。大丈夫そうだね。さあこれはあバスいる、オッケー。さあバス停付近がここが前線か。なんだこれ、ああ対人地雷ちょっと無力化しとくわ。さあこれで C ポイントに行く切符は俺ら手に入れた。さあスモークも耐えてくれてる。おーいいね、そのスモークナイス。どんどん爪を前に、このスモークを活用して前線へ。裏取りできるかな。オッケー、蜂のように刺したが正面にもいる。どうにかその距離は、あーたたたた、くそ完全俺が狙われてる。正面やってくんねえか、その車のやつやってくれ。ああやられちゃった。おいナイスナイスヘイト稼ぎ。さあこれ C ポイント、このまま裏取りしたいところだが、いやもういるか、まずいなこれ、バレてる。おい強かった、いやーバレちゃってるか、くそー。あと少しだったんだけどね。これ C ポイントに向かってる味方が全員バッテンマークでやられちゃってんだよねこれ。おい絶対これ B ポイントカウンター来るんだが、カウンターに備えないと。切れるか、これまずいな、俺一人じゃ抑えられんぞこのラインは。ショットガンで角待ちしまくって、抑えまくって。いや誰かがこの前線抑えをやらなくちゃいけないんだよね。味方みんな裏取りしてくれてるんだけど、俺もその裏取り参加したいんだが、行きたいんだけどね。どうしてもこれ絶対いるっしょ。やべ、いやめっちゃいるめっちゃいる、2分隊はいる。いやこのロインじゃねえ、ラインを抑えたいんだが。いやー来てる、やばい多すぎる。やばい、2、3分隊はいるこれ無理じゃないか、俺一人じゃさばきれんぞ。いやー多すぎ、おいおいパッと見ても絶対3分隊はいるわ。来るか、いやーもうちょっと右、誰かがやらなくては。 B ポイント抑え、裏取り抑えを誰かがやらなくてはならない。みんな C ポイント行ってんだよな。いや俺も行きてんだけどね、ここを抑えないとすげえ後々めんどくさいのよ。A ポイントとか行かれたら最後誰かが人間 B コンになって終わり、ずっとそこで無限リスポンされるよ。この地下水道ロング来そうだけどね、さっきの裏取り部隊は。一旦ここで角待ちしようか、3人来たらきついし。あちょっと聞こえんね、 OK。 ちょっともう少しで近いと思ったけど、アップね、敵もショットガンでよかったわ。さあこのままこの地下水道ロングを抑えていこうか。あまだ先にいると思うんだよね。いや生きてるね、いやー、やるか。あ、味方やれた。ちょっと待って、ここは耐え抜こう。がっつり角待ちする。来たら殺す。さあ、来い。これがショットガンの醍醐味よ。来た恥じることはない。これがショットガンの立ち回りよ。角待ちをして殺す。中距離では戦いません。俺、来そうだな。B ポイントから A ポイントにかけての敵が。ロング来そう。抑えて、これ絶対 A ポイント守るマンになるわ。ただロングがっつりと見てもショットガン何の意味もないんで、ここで角待ちしようここで俺は角待ちするよ、正々堂々角待ちするわ。来そう、あちょっと聞こえんね、中央側か、中央側だ。マガット2分隊いるんじゃねえかこれ、ツーガット、あと1人、多分あいつだけ。オッケー、ナイスナイス、いいね。さあこれであとまだいるかな、いやいそう、いやいないわ。
今ので1分隊が来たって感じか。でなんか B ポイントもまた味方やられてるから来そう、来そうなんだよな。あ、ちょっと聞こえる。あ、分かった。あとは中央側か。華麗に角待ちする。まずいな、これ A ポイント入られたぞ。入られるとめんどくせえんだよ、探すのがだるい。手前で処理しよう。このショップかいるぞ、そんなか。早いところ倒そう。分かった、2カット。あとどこだ、あとどこだ、この若干赤くなっているこのグラフはどこだ。これなんだよ、 A ポイント入られるとめんどくさいライン、ここなんのよ。この残り敵どこだよっていうのがわからないの、探さないといけないんだよ。だから A ポイントには行かせたくない。そんな裏取り処理部隊の悲痛な叫びをみんなにも聞いてほしいよ。みんなあれ C ポイントで戦えてんの俺らのおかげだからな。 C ポイント戦ってて、これで A ポイント取られてみ、次 B ポイント取られるから、だからこいつら処理してねばあかんのよ。だけどね、こうやって裏取り部隊処理してる間にショットガンで角待ちされてぶっ破されてみ、イラーってくるよ。いや、いるわ敵。ナイス、そのスポット、あいつ頭いいわ、あいつ頭いいぞ。スポットフレア落としてる、下行った。こいつは倒す、絶対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 倒すぞだるいんだよ裏取り処理は。お、見栄え悪いし、おい、ナイス純粋に見栄え悪いんだよ。こんなさ、たった一人に翻弄されてるんだぜ。さっきのやつか、いや、まだいる。これさ、階段いそうなんだよな、絶対、絶対いる、この中に。あ、いる、階段裏。 OK、 オーケー、よかった。これで A ポイントは全カットかな。ただこの上いる可能性なんだよね。いるか、いや、いないわ。 OK、 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 ここだけね A ポイント範囲外なのよ。よし、大丈夫そうだね。 A ポイント裏取り処理部隊任務完了、やっと前線に戻れます。我々も C ポイントに向かおう、このまま。いや、待てよ、 B ポイント取られてるんだがあ、裏取りされてるんですけど、何か C ポイント味方取ってて B ポイント若干動いてるから、これ裏取りされてんね。だけどまだね、 B ポイントに味方ちゃんといるから、これは処理してくれてるんじゃないか、そう願いたい。もうこれ以上裏取り処理はめんどくさい、やりたくない、やりたくない、やりたくない、頼む頼む。いや、いるんだなこれがいや、これ待て、今落としたぞ。下水道か、まだ撃ち合ってる、いるか、左か。あー、危ねえ、敵もショットガンだったか。さあ、このまま押さえていきたい、まだいるっしょ。あぶねえ、火炎ぐらいいいところ投げてんね。さあ、このまま突き進みたい。多分これで B ポイントもいないはずなんだよね、きっと、そう信じたい。あぶない、ショットガンだ。オーケー、カット、ショットガンにはショットガン。いや、まだいるぞ、この右いる、右。おい、スミカット、いいね、これがショットガンの強さよ。これはヘイトたまりますわ。まだいるんじゃないか、いや、いないか。オッケーオッケー。さあ、これでやっと C ポイントいける、だるかった。おお、またなんか C ポイントで裏取りしようとしてるやからおるんだが、しかも味方やられまくってる。これ裏取りされんぞ、二分隊いる、二分隊。ここで抑えようぜ、この箱で、鉄箱で。敵が来たらぶっ放す、もう裏取りは許さない。今日はそういう動画で終わりそうだな。いやー、さすがに無理か、この距離は。そう、こういった時にスラグダウンあればよかったなーって感じるよ。ちょうど今日アマプラで悪の経典見てたからさ、急にショットガン使いたくなったんだよね。あー、スナイパーもいる、まずい、逃がすな。お、一人逃がして、逃がしてる、まずい、くそ、また裏取りされる。いや、あれ、あ、やったか、ナイス。あとはそのバス停の裏だ、バス停つかバスの裏か。恐れるな。あー、ナイス、いいね、いいね、オッケーオッケーオッケー。これで C ポイントの裏取りは完全に制圧したかな。制圧してんね。待って、廃人だけを破壊してくる。あ、これまだいそうなんだよね、いるわ、裏取りしようとして。いや、まずい、危ねえ、これまた裏取りしようとしてるやついる。ここは俺に任せてほしいわ、こいつ一人、一匹だけだ、やるわ。あぶねえ最初の一撃外すんだよな。まだまだショットガンマスターへの道は長い。おお、めっちゃ C ポイント、あ、ただいまやっと前線来れた、来たー、やっと戦えるわ。
ここは俺に任せてくれ、制圧しよう。分かった。ただ外側にもいるね。分かった。さあこれでまだ中にいるか。わざわざわざ、オッケーオッケーオッケー。いいね、ショットガン楽しい。よし、これで蘇生しまおう。制圧かな、完全に。はい、ということでお疲れ様でした。もう序盤が特にめんどくさかったね、裏取り処理が。まあやってね、献身的な人間がいるっていうことを皆さん意識しながらバトルフィールド5をやってください。本当に大変だった。 やっぱスティーブかっこいいわ、俺限定スキン。あとね、登録者そろそろ10万人いきそうなんで、まあ頑張ります。